波佐ミ町と佐賀県有田町の県境で原付バイクと軽乗用車が衝突しバイクを運転していた60代の男性が死亡しました事故は佐賀県有田町との県境で発生しました軽乗用車前方が大破していますまたフロントガラスにもひびが入っているのが確認できます伊万里署によりますと昨日午後6時30分ごろ佐賀県道川棚有田線で 信号のない三砂路を右折しようとした原付バイクと反対車線を直進してきた軽乗用車が衝突しましたこの事故でバイクを運転していた佐賀県有田町に住む金武忠彦さん67歳が全身を強く打つなどして意識不明の状態で嬉野市内の病院に搬送されましたがおよそ1時間20分後に死亡が確認されました死因は多発外傷でした 軽乗用車を運転していたのは、ハサミ町に住む22歳の会社員の女性で、怪我はありませんでした。今里署が事故の原因を調べています。